どうも皆さん、こんにちは。脳科学教育コンサルタントのクロスです。今回お話をする内容は、ワーキングメモリーは効果がないんじゃないの？ということについてです。実はこの動画を作るきっかけとなったあるコメントをいただきました。そのコメントっていうのは、過去の動画、まあ、ちょっとどれか忘れちゃったんですが、ある動画にコメントがされていました。そのコメントの、まあ、簡単なまとめがこうです。デュアル N バックのワーキングメモリーの課題っていうのは効果がないというようなデータが出ているということです。で、実際じゃあワーキングメモリーっていうのは効果があるのかどうかっていうことについて私の意見が聞きたいということでした。で、そのソース、効果がないんじゃないのとするソースを、読みました。3本ほどの論文に基づいて、誰かがまとめた記事でしたね。で、その論文をじゃあ読んでみました。で、その論文を読んでみた結果、ああ、なるほどね。確かにこの論文であれば、この条件であれば、確かに効果がないというふうに結論付けることができるね、というふうに思いました。と同時に、あ、これだったら全く問題ないなというふうにも思いました。大体、いろんな論文が出ているわけですよ。ワーキングメモリーがないということについて。で、それぞれ実験の目的と条件が全然違うんですよ。使っているテスト、研究のデザイン、実験のデザイン、そしてその考察、データなどなど全部違います。で、出てくる最後の結論も当然違います。なので、というかね、どんな実験でもそうなんですが、効果がないとする実験が出ないっていうのは絶対にありえないです。というか、出ないとそれはそれで偏っているわけですよ。薬であれ、効果があるとするデータがあれば、ないとするデータもある。で、それを全部大きくまとめて一つのデータとして取り扱うというのが非常に重要になってきます。で、まあ、それは置いておいて、じゃあ、その、この質問に対して私の意見というものを伝えさせていただきますね。まず私がワーキングメモリートレーニングは効果がないというふうに、結論付けたデータを読むときは、まずこの3つに注目しています。この3つの条件に当てはまっているのか、それか当てはまっていないのかということです。まず、near transfer。これはどういう意味かというと、近い、転移ということです。転移。つまり、例えば、よくこんなこと聞きません？国語力を高めると、他の教科も点数が上がる、なんていうふうに聞きません？つまり、国語力を上げることで文章読解力が高まって、結果的にその読み書きも高まって、そして、まあ、解く問題が早くなったりして点数が上がるということだと思います。つまり、国語を鍛えることで、それが他の教科にも転移したわけですよ。これを学習の転移っていうふうに言います。で、ワーキングメモリー効果っていうのは、その near transfer と far transfer の2種類があります。near transfer っていうのは近い転移で、もう一つが far transfer。 書きますね。一応 near か far の2つに分かれるんですよ。ファーが遠い。で、ニアが近いということですね。で、ワーキングメモリーの課題を行って、そしてニアトランスファーはあったのかどうかというのを私は注目しています。で、ニアトランスファーがあった場合、どういったことが分かるかというと、ワーキングメモリートレーニングをして、例えば自己抑制機能が高まったであるとか、短期的な記憶力が高まったである、あるいは判断力が速くなった、より正確になった、こういったものは全部ニアトランスファーです。要は前頭前野なんでね、前頭前野の機能が高まったよねということが分かるわけです。じゃあ、ファートランスファーは何なのかっていうと、ワーキングメモリートレーニングをすることで音楽の才能が高まった、国語能力が高まった、空間把握能力が高まった、運動機能が高まったということです。つまり、前頭前野のそのワーキングメモリーを鍛えることで、学校でいう5教科が全体的に高まったかどうかということを、ファートランスファーのその率で表せるんですね。高さやその、まあ、比較とかで表せられるんですよ。で、私が読んだその3つの論文というのは、ファートランスファーは認められなかったというふうに結論付けています。ほとんどファートランスファーなかった。つまり、ワーキングメモリートレーニングを鍛えることで、国語力の向上、数学的なセンスであったり、あるいは、音楽的なセンス、運動的なセンス、空間把握能力などはそれほど高まらなかったというふうに結論付けています。ただし、ニアトランスファーは
しっかりと効果があったよというふうにそれぞれ結論付けているんですよ。ニアトランスファーは結論付けています。で、よりじゃあちょっと分かりやすく言うと、ファートランスファーっていうのは将来性に関係のある能力のどれに相当するのかっていうとこれです。結晶性知性に相当します。結晶性知能、結晶性知能に相当します。で、ニアトランスファーはどれに相当するのかっていうと、ちょっと薄いんで、変えてこれです。誘導性、知能入ってるかな、入っているかな、流動性知能、ちょっと字がちっちゃくて汚いんですが、に相当します。で、高い将来性を獲得するためには4つの能力が必要だということが分かっています。未来指向性行動力、人間関係能力、流動性知性、結晶性知性で、それぞれ重要な順番に言うと未来指向性行動力が一番重要だということが分かっています。その次に人間関係能力、その次に流動性知能、その次に結晶性知能。つまり結晶性知能っていうのは将来性にどんだけ貢献するかというと 16% から 18% しかないっていうことが分かっています。で、この結晶性知性っていうのは前頭前野以外の脳の部位のことを言います。ざっくり言っちゃうと、簡単に言うとですけどね。つまり前頭前野以外の脳を発達させてその子の将来性が高いかどうかっていうのは 18% しかせいぜい説明がつかない。残りこの上3つ、未来指向性行動力、人間関係能力、そして流動性知性知能、この3つっていうのは前頭前野です。前頭前野の機能の高さがその人の将来性の高さの 84% から 86% 説明がつくんですよ。ってなるとファートランスファーはそれほどなかったっていうことで落胆するっていうことはそんなにまあしなくていいというふうに考えられます。むしろニアトランスファーの方が重要なんでね。で、ニアトランスファーはそれぞれ効果あるというふうに結論付けているんですよ。で、続いて次、これ8歳、もちろんワーキングメモリートレーニングっていうのはその8歳を超えていよう超えていまいが効果あります。ダウン症の人にも効果がある、おじいちゃんおばあちゃんにも効果がある。で、早ければ早いほどその効果っていうのはかなり残る、そしてしっかりとした形で出る、っていうことは分かってます。早ければ早いほどいいんですよ。で、実際臨界期っていうのはこの8歳っていうのがあって、8歳までにしっかりワーキングメモリーをトレーニングしていると発達障害がかなり改善されるっていうことも分かっています。 ADHD、ADD、知能指数の低い子であったり、あるいは自閉症、自閉傾向にある子っていうのもワーキングメモリーをある程度鍛えるっていうことで、幅広くそのいろんな機能が向上するっていうことが分かってます。なので8歳を過ぎてからワーキングメモリーを鍛えると発達障害の改善はどこまでいけるかちょっと微妙だなっていうのは一つあります。で、そのワーキングメモリーに効果はないというふうに、結論付けた論文3つっていうのはほとんどがヤングアダルトでした。8歳を過ぎていたんですね。8歳以降の人たちを対象に行った実験だったので、8歳より前に行われた実験と比べるとどうしても効果っていうのは小さいかもしれません。効果っていうのは小さい、可能性は非常に高い。とはいえゼロではないということは間違いありません。しかもニアトランスファーはあるというふうには結論付けられています。8歳を過ぎていてもです。なので、私はここ注目しますね。次、順番記憶、どういったワーキングメモリートレーニングを使っているのかっていうのも結構重要になってくるんですよ。で、私の動画にコメントしてくださった方っていうのは NBAC タスクっていうのを使っていました。 NBAC タスク、NBAC タスクって何って、とりあえず調べてもらうしかないんですけど、それ調べてもらった方が早いです。簡単に言うと、次から次へと出てくる数字をまず覚えていって、そしてちょっと上手に説明するの難しいんですけど、簡単に言うと記憶の更新なんですよ。
記憶の更新がどれだけうまくいくか、何桁までいけるかということを鍛える訓練方法です。これは映像を使ったり、音を使ったり、あるいは文字を使ったり、数字を使ったりします。で、私のその非常に重要だというふうに考えている発達障害の改善に最も効果のある、あるいは学力の向上に最も効果が高いとするものっていうのは、むしろ逆症とかにちょっと近いタイプのものなんですよ。更新ではなく逆症です。更新と逆症とでやっぱりちょっと違うんですよね。その頭の中のその使い方が。まあ、順番記憶であったり、あるいは例えばじゃあ分かりやすい例で言うと、73528っていう数字があったとします。73528で、それを逆から言うんですよ。できますか？73528825873872537 っていうようなことですよね。頭の中で聞いた数字をそのまま逆に言えるかどうかっていうことが逆症なんですが、この機能、この能力と NBAC タスクで使われる機能というのはかなり共通はしているものの、 100% 全く同じだとも、まあ、また言い切れないんですよ。完璧に一緒かどうか分かりません。で、私がおすすめしているのはやっぱりこう逆症タイプのものなんで、もちろん全く完全に逆症じゃないんですけど、一番近いのは逆症です。 NBAC タスクは後回しですね、私の中では。とはいえ、まあまあもちろん全く効果ないわけじゃないんで、やってはほしいと思いますが、あなたのゴールは何っていう話になるんですよね。なんでワーキングメモリーを鍛えたいのって話になるんですよ。あなたの将来性を高めたいから、頭の回転を速くしたいから、判断力を早めたいから、正確な判断ができるようになりたいから、それとも自己抑制機能が高めたいから、それとも数学ができるような人になりたいから、暗算ができるようになりたいから、もしくは読み書きができるようになりたいからっていうふうにゴールがはっきりしてないと、何を鍛えればいいかっていうのは分かんないんですよ。でもし数学的なセンスを鍛えたいんだったら、じゃあそろばんやった方が早いですよ。ワーキングメモリー鍛えるよりもまずそろばんかなんかやった方が早いです。もし音楽的な知能を高めたいんであればピアノを習った方がいいですし、もし運動機能を高めたいんであればワーキングメモリーよりも先にまず運動に関係のある習い事をした方がいいですよね。つまり結晶性知性なんでね、そういったものっていうのは全部結晶性知性を鍛えたいんだったら、その結晶性知性を鍛えてください。でもし流動性知能を鍛えたいんであれば、じゃあ流動性知能を鍛えましょう。ゴールによるっていうことです。とにかく私が注目しているのは基本的にはこの3つですね。ニアトランスファーかどうか、そして8歳までに行われた実験かどうか、そしてその試したワーキングメモリーの課題の種類は何なのかというのをチェックします。で、その出された効果がないというふうに結論付けた論文というのは、まずこの全てを満たしていなかったんですね。ニアトランスファーは効果があるというふうにしていましたし、で8歳までではなかったですし、大人はヤングアダルトだったんでね。で、順番記憶ではなく NBAC タスクなどを使っていたので、ある程度その関連性はあるものの、はっきりとこれを指定しているとはちょっと言い切れないんですよね。なので私の結論としては、 NBAC タスクでもいいから一応試してみるのは全然いいことだよということです。そしてあなたが判断力や思考能力、予測能力を高めたいんであれば、じゃあ流動性知能を鍛えよう。もしあなたが言語性知性や音楽的な知能、あるいは空間把握能力であったりというものを鍛えたいんであれば、それに一番関係のある最も近いものから先に鍛えようということですね。面白いなと思った場合はいいね、そしてコメントを残してください。シェアもしてください。もしかしたらこれがここで、あ、そういうことだったんだ、ありがとうございましたってなる人もいるかもしれないんでね。はい、今日はここまで。どうもありがとうございました。